ということで、こちらダリエルシーズン4ですね、やってまいりたいと思いますが、見てください、このボールの数325。ちょっと暇な時にですね、ポチポチしてこちら貯めてまいりました。これだけあればね、結構ねいけるんじゃないかな。一気にね攻略を目指してね頑張りたいと思います。シーズン4いってみましょうか。まずはね、ダニエルの激震から、あとですね、ちなみにこの威力もね、ボールの威力もちょっとねレベルアップして上げておいたので、これでねサクサク進めるんじゃないかなと。今20なので、前がね確か7か8ぐらいだったので、結構ねパワーアップしてまいりました。ではね、やってまいります。審判2人いるな。これですね、初めて見た人にはちょっと分かりにくいんですけど、これ審判にですねボール当てるとそこでもうゲームオーバーになってしまうので、審判が今2人いるって結構ね、結構大変ですね。あ、やばい、ビッグボールつかなくて、よし。あとこちらね、いろいろとスペシャル技も使います。まずはノーマルプレイでねやってまいりますが、お、結構だなこれ、結構だな。はい、まずこいつを倒しておこう。回転ダニエル、うん、頑張るぞ。いきますね。お、結構難しいなこれ。はい、ちょっと待って、結構リンクしてるんですね、この動きが。やばい、あと2球、いけるか、いかねえのか、なんだよ。結構難しいな。ちょっともう一回トライします。ちょっとサクサクいきたいですね、これだけね、せっかくボール貯めたので。ちょっとまずあの野郎、ちょっと目障りなあの野郎をぶっ飛ばしてまいりますよ。うん、おー、タイミング悪いな。まず下の方から行きたい。うっ、ない、審判が怖い。やばい、これ最悪の出だしだな。最悪の出だしですよこれは。おー、今のもう際どいな。なんかサービスしてもらったな多分。あ、上の方が簡単だわ。ダニエルの激震、まずはねこうやってどんどんクリアしていこうかな。4の2、おそらく第5、6試合まであると思うんですよね。あ、これも審判がちょっと厄介なタイプでございますね。この A、この A、ふざけない。よし、あー、右手を、あ、向かいにトライ。ちょっと集中してやりますね、質を高めていこう。 OK、 クリティカルヒットは的の真ん中に当たったやつですね。これもダニエルかけね、お、ナイスセーブですね今のは。あの野郎、お、ちょっと右にそれすぎた、怖いな審判に当てるの。 OK、 ちょっと走り回るあいつですね、気にしないでいこうかな。このね、謎の青のウィンドウが何なのかはちょっとよくわからないんですけれども、飛んでいくぞ。ダニエルが、前後ダニエルがね4匹5匹ぐらいな、これだ多分いっぱい出てきてびっくりさせようっていうですねこの絵、お前ら一気に3つ、すげえ。なるほど、 OK、 当たった。 OK、 これも大丈夫そうですね。ちょっと絵的に多分面白さをね、あ、この野郎狙って避けられるとすごい腹立ちますねこいつら、この野郎が。これもしかしたら威力をですね高めているので、ね、なんか貫通してるみたいな。でもやめろやめろ、頑張れ。あと1球ですね、ちょっとちゃんと見ます、ちゃんと見ます、あそこね、よし、かすった、危ねえ。 OK、 ダニエルの風化してるんやこいつ。よっしゃ、でもなんかシーズン4結構さっさと言ってますよ。僕のちょっとねこのレベル上げの作業でこんな絵にもね全然びっくりしない。
すごい邪魔。キャラやら。ちょっとコンボ見せます。あの的とダニエルの。俺。ダメか。オッケー、これは多分ね、いけます。ちょっと。オッケー。お、的の真ん中、クリティカル。ですよ。ボリルカップ、今21なのでどんどん強くなってますね。結構ね、さっさと行ってますよ。これもね、なんであんなところにダニエルがいるか全く分かんない。これも楽そうですけどね。配置図だけ見てみると、斜めか左手、あいつの左手に当たった。いいコースだったのに。ナイスナイス。どうにこか。どうですか、僕のこのコントロール技術上がってる。どれい、あいつは一匹逃したけど、もう一瞬ですよ。もうどんどんいきますよ。だんだんちょっと絵的に面白みがなくなって、あ、これすげえな。これ右から蹴るんだったら結構ひどいな。右からだよな多分。ですね、これね、あのできればあの銀色のダニエル、左前方にいるやつですね、倒したいんですけど、ちょっとよくわかんない、もう蹴っちゃう。あ、まあまあ距離ある。でもあんまり多分気にしないでもいいと思うんですね、これ。気にした方がいいな。よし、多分普通に狙うのも結構ですね。あの的が多分ちょっと小さいんで、甘いか。ラッキーダニエルですね、今の。お、結構むずいな。これ多分何回かやらないと難しいパターンじゃないかな。オッケー。あと1球。奇跡を見せますよ。ちょっと銀色ダニエル惜しいんですけどね。全然ダメ。まあいいか。オッケー、頑張ろう。大丈夫、まだボールはいっぱいある。溜めた甲斐がありますよ。狙ってきますね。これはもうちょっと枠だけ狙ってきます。うん。大丈夫、OK。惜しい。もうちょっと左だな。あ、おい、もはい。何やってんだ。これ、ダニエルはですね、股間に当てると、どんな硬いダニエルでも一撃で。あ、今の頭。石崎くんですね。通称石崎くん。あ、前にはやったか。やっぱなるべく高めを狙っていかないと、こうやってシンバに当たるとね、1回でもゲームが終わりになってしまうので、結構難しいですよこれ。ちょっと集中して、ビッグボールにするのもね、多分良くないと思う。銀色ダニエルいる。なんかよくわかんないコンボが出た。うん、もうちょっと左だよね。もうちょっと左上。銀のダニエルゲットしたんですけれども、クリアしないと話にならない。よっしゃ、これいけたら結構奇跡だな。そこね、OK、大きいな。ちょっとなんとかプレイします。的をストップか。いやー、ダメだな。イエローカードでもないな。これ頑張るしかないな、多分これで。必殺はつかないで。今のもね、外れてたんでよかったです。これもちょっと外れたな。うう。左。惜しいな、今。来なかったか。いや、今行ったなあ、あいつに投げれば。あと2球。難しいな。よし、オッケー。奇跡見せろ、奇跡を。あそこの端ね。オッケー。今のすごい、グッドでしたね。
シーズン4終了じゃねえんだ。まだ7がありましたよ。これどんどんと試合数増えていくんだな。ダニエルの報復いや、いっぱいな、うじゃうじゃな回転が。あ、ボスの時も多分これ、これはこれはこの野郎、お前邪魔だ。あいつ浮いてるんだ。組体操じゃないですね。なんかラッキーゲットしましたね。これは結構むずい、結構むずい。ちょっと、あ、でもちょっと見てください、あの真ん中のやつ、あいつ大きくね。これを、これを期待してましたよ僕は。結構だな、結構だな。左隅は難しい、真ん中だな。OK。 あとは審判、うん、いけるかな。イエス、なんとかね、シーズン4ごときでつまずいていられないということで。あ、これもボーナスですね。おそらくシーズンを最後のボスをね倒したときにもらえるんですね。そして威力もアップ22。 OK。 シーズン5いくか。シーズン5